それではここで SSL のコンソールを例にとって音の入り口、インプットモジュールについてさらに詳しく小林さんに解説していただきましたここに 611IO モジュールを取り出しましたこれ一つでバチャンネルですこれ一本で各チャンネルのインアウトをすべて調整できますこの部分がインプットを調整する部分です マイクとラインとサブグループが切り替えられますラインにしたときにはプラスマイナス 20dB のトリムが効きますマイクにしたときにはマイクのゲインはプラス4からプラス70までを調整していくことができます赤いボタンは位相のひっくり返しのボタンですこのボタンを押すことによって入力の位相がひっくり返ります4 8ボルトというボタンがあります このボタンを押すことによってマイクロフォンにファントム電源を供給できます。コンデンサーマイクの電源はこのボタンです。次にダイナミックセクションです。チャンネルのインというボタンを押すとチャンネルのイコライザーの手前アウトを押すとイコライザーの後モニターを押すとモニター回路に入ります。白いつまみが リミッターコンプレッサー、グリーンのつまみがノイズゲート、エキスパンダーというふうになっています。各々スレッショルドレベル、レシオ、リリースタイムが調整できます。ゲートも同じようにスレッショルド、レンジ、リリースタイムが調整できます。アタックタイムはボタンを引っ張ることによってできるようになっています。次にイコライザーフィルターの部分です。 チャンネルというボタンを押すことによってチャンネル、モニターでモニター側に入りますここにフィルターが2つ用意されていますハイパスフィルターとローパスフィルターですハイパスフィルターは1 8デビオクターブローパスフィルターは1 2デビオクターブで効きますさらにイコライザーがここに4ポイントで用意されていますハイ、ハイミッド、ローミッド、ローとなっています おのおのプラスマイナス 20dB ごとプラスマイナス 20dB 調整できますさらに真ん中のハイミッドとローミッドに関しては Q も調整できるパラメトリックタイプになっていますこの真ん中のボタンを押すとフィルターだけがダイナミクスのゲート信号に入りますイコライザーはこのように本線に入れることがチャンネル側に入れることができます 次にキューとエコの送りの部分ですボタンを押してオンもう一回押してオンオフですキューにはステレオのキューとエコー送りが4つ用意されていますヘッドホンに返したりエコに使ったりする場合にはこのボタンで行いますエコーをかけたりする場合にはこのボタンで行いますこのまま押しますとラージフェーダーのポストフェーダープリを押しますとプリフェーダーになります さらにスモールフェーダーというボタンを押すと、スモールフェーダー側からの信号をエコーなりヘッドホンになり送ることができます。次にスモールフェーダーです。これは録音のときにはモニターボリュームとして、ミックスダウンのときにはエコー送りとしても使えます。ソロとカットが用意されています。ここに録音のときのモニターをレディーグループと押しますとテープレコーダーへの行き、レディーテープを押しますとテープレコーダーからの帰りの音が聞けます。 またこの赤いボタンを押すことによってこのチャンネルのレコードアサインをすることができます。マルチのテープレコーダーがこの1チャンネルがレコードになるというふうに捉えてください。次にラージフェーダーです。録音の時には録音ボリュームとしてミックスダウンの時には最終ミックスのバランスを決める大事なフェーダーです。そのチャンネルのソロとカットがここについています。もちろんググルーピングをして 1> 今一番に組まれていますがグループのマスターから動かすこともできますミックスダウンの時にはもちろんコンピューターでこれを動かすことが当然できるわけですここにたくさんボタンの並んでいるところがあります1から32までボタンがついていますがマルチの各チャンネルに送るボタンです LF、RF、これですと本線に送れます 例えばマルチに送る場合にパンニングをしたい場合はこの「パン」のボタンを押しますと「オド」「イーブン」「奇数」と「偶数」の間でパンをすることができます。